ちょっと何から話していいのかちょっとわからないぐらい皆さんに伝えたい情報があるんですよ。ちょっとね、いっぱいお話しします。計7日間の危険日を皆様チェックしていただきたいと思います。皆さん、開運してますか？鑑定士の堀田亜希です。さあ、いよいよですね、2021年5月の、水の戸の実の月ということで、時刻土星の月がやってまいります。今回のこの5月という月がですね、立夏と言いまして、夏がいよいよ始まる第一歩ということになるんですよ、という月になります。まあ、いわゆるこの夏という時期なんですけれども、火の、3ヶ月間になります。なので、どんどん陽のね、エネルギーがどんどん近づいていくということで、まあ、非常にですね、イライラしたりとか、頭にカーッと血が上ったりとかする6月になるにつれて、本当にね、こう気をつけなければならないことっていうのもたくさんあるんですけれども、5月5日水曜日、子どもの日から6月4日金曜日までが5月ということになるんですね。もうね、今回はお話が盛りだくさんすぎてしまってですね、ちょっと何から話していいのかちょっとわからないぐらい皆さんに伝えたい情報があるんですよ。なので、ちょっとね、いっぱいお話しします。ただ一方で注意もしなきゃいけないことも結構ある月なんですよね。なので、ちょっとそれをね、今日はすべて皆様にお伝えしていきたいと思います。まず危険日から話しちゃいます。毎月私の方でですね、皆様に危険日と大吉日というものをお話しさせていただいてるんですけれども、暦上の十二直というものをベースに、破れる危ぶの日、そして今回は、ちょっと注意しなければならない別の3日間もありますので、4日間プラス3日間、計7日間の危険日を皆様チェックしていただきたいと思います。この危険日の中でもですね、超ウルトラスーパー危険日というものも今回はありますので、その日はもうバツ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 っていう風にして手帳に書いていただきたい日もございます。5月15日の土曜日にチェックです。戦勝先勝ちの日なんですけれども、破れの日で、三輪母重なって、不成就日という日にちも重なります。まあ、非常に金運に強いと言われる身の月なんですけれども、ちょっと注意がかなり必要になってきます。破れるね、全ての物事が破れてしまうという日にちなので、非常に注意が必要となってきます。5月の16日日曜日、友引きの危ぶの日です。これ15、16と同日で連チャンですよね。ものすごく注意していただきたい2日間ということになります。5月の27日木曜日、はい、先がちの、破れの日で、先ほども言いました、今回三輪母も重なってきます。三輪母ね、以前にもねお話しさせていただきましたけれども、非常に注意が必要となってきます。5月の28日金曜日、友引きの危ぶの日ということになります。この2日間破れ危ぶの日重なってますので、気をつけてください。そしてですね、先ほど言いましたように、この破れと危ぶの日は毎月注意していただきたいんですけれども、この4日間に付け加えて、今回は、実はですね、実の月っていうのは実は始まりの月とも言われてるんですね。なので、始まりの月にトズという十二直の日にちは、ものすごく運気が反対側を行ってしまうんですね。なので、とても注意しなければならないんですけれども、その3日間、5月の8日の土曜日、これが大安のトズの日です。5月の20日の木曜日、赤光のトズの日、6月の1日火曜日、赤光のトズの日の3日間ということになります。全ての物事が
閉じて終わってしまうという日で、もちろんお金をね納めたりとかするのには非常に適する日なんですよ。ただ身の月にお金を収納するっていうのもちょっとね、せっかく金運とか運気の始まりの月なので、少し逆を言ってる感じなので、今回は危険日ということにしました。もちろん閉ずの日全てが悪いわけではございません。使い方によってはね非常にいい日ではあるんですけれども、今月は特に注意が必要かなと思ってこの3日間入れさせていただきました。でですね、皆さん計7日間危険日というものがあったと思うんですけれども、時刻土星の月ということでですね、実は土のエネルギーを持つ星回りが真ん中に来るような月というので、しかもなおかつ南西方角暗検察という星回りを持ち、北東方面豪札っていうね、南西と北東のところに土が全部開座する月が5月なんですね。でちょっと星回りのこういった関係上、実はこの危険日7日間にプラスですね、今月この5月という月がなんと地震に気をつけなければなりません。まあ、こういったコロナの方もね、ものすごく大変になって変異型とかって言われておりますけれども、私はですね、実はこの5月はですね、ものすごく地震が怖いです。土が動くと言われる月にはなるんですけれども、特に星回りの動き方っていうのがちょっと危ないなっていうのをすごく感じております。まあこれには過去の統計も含めた上で、今ちょっと土星の時代という土の時代なんです。なのでこの土の時代から次火の時代って言って2024年から変化していくんですね。なのでそれまでのこの期間ね、この土星が中宮になるという時は本当にね、地震注意しなければなりません。どこにね、もし何かあった時にはどういう風にするとか、どこに集合するとかっていうのを今一度こういったいい日にちを使って話し合いをしたりとか、決め事をしたりとかする日にちにね、大吉日だから金運のことだけとかそういうことじゃなくって、今一度振り返ったりとか、もう一度決め事定め事をするみたいなお日にちとかにお使いしていただければいいんじゃないかなと思っております。ということで5月ね、もう話すことが盛りだくさんすぎてしまうので、まずは皆様危険日の方を手帳にお書きしていただいたと思いますので、次回の動画で注目大注目の10日間の大吉日の日のお話をさせていただきたいと思っております。ということで皆様、また次回の動画すぐあげます。なので次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。